福源線、難波丸東海線とは、日本の江戸時代に、大阪などの上方と江戸の消費地を結んだ、海線である。当時、存在した、同様の貨物線の損海線と並び称される。東とは、両舷に設けられた、花器律と呼ばれる現象に装飾として、木製。寛永期に、大阪北浜の泉屋平右衛門が、江戸関問屋を開き、東海線問屋が成立した。1730年、東海線問屋に属していた酒問屋が、東海線の使用を停止し新たに酒を、主な荷物とする、損海線での輸送を開始した。輸送時間で勝る、損海線は、次第に酒以外の荷も運ぶようになり、東海線と損海線は競合した。そのため1770年には、積荷の内容による両者の分離が行われ、米、ぬかなどの7品は、東海線と損海線の両方、酒は損海線、他は東海線で運ぶという手法が定められた。しかし、損海線への積荷はやまず、東海線は次第に劣勢となっていった。水野忠邦の天保の改革の一環である、株仲間解散で、東は撤廃される。明治時代の歴史学者が、東海線の誤った理解を世に広めた。例えば、藤田明の江戸時代の海運事業観の中では、船に乗せたところの物資が外に落ちないように、荷物の両舷のところへ竹を交差して、菱のような形を作っている。その竹の網出があたかも菱のような形になっているので、東海線と言ったと書かれている。また、東京諸問屋遠隔市では、大関船舶をして、太陽の怒涛激浪を防がんがため、船上に囲いを設け、竹木をして、外囲いを菱形にけ続けし上をもって、東海線の名称を取るというと書かれている。また、このような竹が季節の他にも、例えば、太平洋戦争前の和戦研究家の桃木竹平による大阪市史第5巻では、東船にてはこれに棺の飾りをなす船多し、東の名はこれをよしておこれるものなりと記されており、東は飾り金具であったとする説もあった。1829年の大阪町奉行の記録として、東海線に関する答申書が残っており、その中では1624年に大阪北浜町の千石が江戸大阪間の海線問屋をはじめ、1627年には、毛馬屋、富田屋、大津屋、剣屋、塩屋が開業した、とされる。塩屋は、持ち船の数が少なく、荷主たちに対しては、船が不足した場合は、接収脇の浜の海船が応援に来ると約束した。脇の浜からの雇い船は、他との区別のために、目印として花器律の表に東を取り付けたとされる。この記録とは別に、いくつかの記録から見て、東は塩屋だけでなく他の海鮮問屋もトレードマークとして採用したことが考えられる。少なくとも東海線に東が取り付けられた位置は花器律の外面であったことが多くの記録から知られており、東が波浪で崩れる荷物を抑える役割を果たすような構造ではなかったことが明らかである。現在の日本では、例えば検定済みの高校教科書、新日本史でも東海線は、積荷が落ちないように原則に竹や木で、ひし形の花器を作ったものでその名があり、木綿、湯、酒などの輸送に当たったとされていることがあり、このような通説が今でも流布しているが、これらは誤りである。石井賢治著、和戦愛、法政大学出版局、2001年9月1日、初版第4冊発行、ISBN45880。ありがとうございます。